それでは第59回京阪杯こちらの方の予想を始めたいと思いますえー、まあ過去の傾向を見ていくとまあ京都の芝1200メーター自体がですね前に行った馬が強くてその中でも内枠の馬が非常にいいというところの傾向をこのレースも継承しておりますそういったあたりでまあできれば3枠以内の馬がいいかなというところになりますね まあ他には、まあ意外と貧馬とか山菜馬もよく走って、まあ要するに筋量が軽い馬ですね。まあそういったところもありますし、血統的な傾向で言えば、まあ主流の血統よりも、まあ、ダート寄りのパワーとスピードがあるような血統とか、まあ農山の酒もそうなんですけども、黒船ン区もそうですけども、まあそういうとこを重ねていくと思うのは、福島じゃなくて新潟の セメーター直線コースですねそういったところで活躍するようなタイプがまあこのレースでいいのかなというところに行き着きました。えー、まあ今回の方本命にしたいのは5番の脇のブレイブですね。まあマイネルラブ、まあ、こちらの方の3区も非常に直線コース得意だというところもあるので、えー、まあしぶとい背足期待できるのかなと思います。まあ、例年こののレース自体、まあ、前に行った馬の え決着が大体でまあその上がりサンハローの方を見ていってもタイム的には33秒前半かなというあたりでまあボーダーラインまあギリギリ乗ってるかなという具合ですねまあ残りは本当に安城の内田騎手まあそこら辺に託したいなというところになりますうんまあ別段問題はないのでまあここら辺がいいのかなというところですねまあ太鼓の方は えー、3番のセイコーライコーですねこの馬自体はほんとに、えー、直線 1,000m 得意としてますので、えー、まあアイビス様出ュの方も、まあ、余裕ある形での、まあ、1着だったというあたりで前走のスプリンターズ・ステークスの方は7着と負けはしてるんですけれども、えー、着差の方は本番2秒とですねまあそんなに勝ち馬とも遜色ないあたりで粘れ切れてると。 いうあたりで、えー、この馬、ま、まあ、能力もあるなというところで、条件も向くというあたりでですね、期待したいというところになります。まあ、結構、この2頭でいけるんじゃないかなと、まあ、個人的には思ったりもするんですけれども、<coughs> まあ、他は抑えていくレベルとして、逃げ馬もちょっと数揃ってるかなと思うんで、ちょっと外枠なのもあれなんですけども、2、ま、左、あ、衛門、 13番仁左衛門ですねうんまあ年自体はまあ6歳ともちょっと重ねてはいるんですけれども使っているレース数も少ないで、まあ、ようやくここに来て芝も使い出して成績が伸びているというところがあります、まあ、ちょっとチ父・モンスターマンとまあ池江の血統ですねそういったところは、まあ、このレースでは向いてくるんじゃないかなというふうに思います まあ,あそこら辺でうん逃げ粘り期待したいなというところになります、えー、まああと1頭はまあ牝馬で内枠に入ったよという辺りでエピセアローブですねまあこの馬も、うん、まあ、うん、短距離ではなかなか成績出してるかなというところですねまあいまいちあと一歩が足りないかなというところはあるんですけれども、うん、まあそこら辺は外国人騎士も乗って えー、まあ気分転換が図れて成績につながるんじゃないかなというところを期待したいなというふうに思います、まあ、このレース自体が結構前走2桁着順からの巻き返しも非常に多いと、まあ荒れる時は荒れるレースにもなっておりますので、まあ、条件に合致するままもんをもうボンボン狙っていくのがいいのかなというふうに思います、まあ、人気も そんなに気にしなくていいっていうのはまあ、あなたにとってはいいレースになるのかなというふうに思います。まあ、私の予想としては以上になります。ご視聴ありがとうございました。